はいどうも、チューブロです。プロレス界の重箱の隅をつける内容を毎日一人語りでお送りしてます。こちらのチャンネル、今日の話題はこちらになります。はい、レスラーが嬉しそうでこっちまで嬉しくなる瞬間ということでね、プロレスラープロですからやっぱりプロに徹するということもあります。ヒールである場合もあるし、ハードヒットである場合もあるし、もちろん真剣に戦っているわけですから、その真剣さを醸し出すということもある。だけどやっぱりその下にはやっぱり人間としての感情があるわけで、例えばその制約があったものから解き放たれたりとか、やっぱりこういうスタイルが好きとかそういうのもあって、なんかやってる、戦ってるんだけどすごく楽しそうにしていて、でそれにつられてこちらまで嬉しくなってしまう瞬間なんていうのもね、あると思います。ちょっとそのあたりの話を今日していきたいと思います。まずはこの方ですね。はい、ブライアン・ダニエルソン、ダニエル・ブライアンですね。WWE を対談して AEW に来たわけですが、もう WWE でもね、ものすごく不満があったわけではない、よくねプッシュされていたしではないとしても、やっぱりそのファイトスタイルの規制というところはどうしても WWE のスタイルと比べると仕方がないところで、やっぱりここが一気に解き放たれたことによって、文字通りそのダニエル・ブライアンから本来のブライアン・ダニエルソンに戻って、もう長いことね WWE もいましたから、遅れてきた青春をまた取り戻すような戦いっていうのをねすごく繰り広げてます。目新しいところで行くと、鈴木みのる選手との一騎打ちもしましたし、それからボビーフィッシュ選手との一騎打ちをしましたし、つい先日、昨日ぐらいですねには、あれですね、ダスティン・ローデス、ゴールダストさんとの、試合もありました。いずれも試合巧者、そしてレスリングの名手ということで、それぞれスタイルはね微妙に違うにしても、本当にそのじっくりとしたレスリングというのを楽しむ、そして時間の制約があまりない状態で、やりたいことが全部できるようなプロレスを、本当今俺はプロレスを楽しんでるんだっていうのがですね、いずれの試合からも伝わって楽しんできて、それはですねもうそのダニエル・ブライアン、ブライアン・ダニエルソンに限らず、相手の鈴木みのる、そして、ボビーフィッシュ、ダスティン・ローデスにも、もう言えることで、もう本当になんていうのかな、もうニコニコしてるような感じのプロレスをね繰り広げていて、見てる方までもうなんかこう楽しくなってしまう。胸熱な部分ももちろんあるんですけど、すごくやっぱりなんかこっちまでニコニコしてしまうような、あ楽しんでるなというのがですねすごく伝わってくるプロレスをしています。AEW のねオフィシャルなんかでも、まだまだフルで動画が上がっていたりとかするので、ぜひちょっと見てください。日本のプロレスのファンにもね、そういった鈴木みのるであるとか、馴染みの深いね選手、ボビーフィッシュもそうですね、出てきたりとかしてますし、やっぱりその日本のプロレスのファンにも受けるようなじっくりとしたレスリングというのを見せてくれております。ぜひぜひちょっと見てください。はい、そして次の方です。はい、ザック・セイバージュニア選手ですね。これはもう本当目新しいところで、G1 の決勝の時ですね、唐突に始まった柴田勝頼選手とのエキシビジョン、そして柴田選手はが、一応事実上の復帰宣言みたいなことをねしたというふうなことで、もうネタバレでいいと思うんですけども、この時のですねザックがですね、もう本当に嬉しそうというか楽しそうっていうのがもう本当に伝わってくる感じ。最近のザックっていうと、やっぱりそのなんていうかキレキャラであったりとか、冷酷冷徹なそのサブミッションヒールというスタンスを崩さず、あるいは狂乱のパターンですねという感じで、やっぱりレスリングマスターなところはすごくあるんですが、一方でその怒り以上の感情というのがちょっと見えづらい錯乱系じゃないけどね、そういうキャラクターの部分がありました。だけどもうここではですね、もう本当にザックが素のザックを抑えきれないそう感じ、もう夢中でレスリングをしている、本当レスリング少年に戻ってしまったみたいな。で、新日本プロレスの中でそのレスリングを展開できるのが柴田勝頼選手。正直僕ザック・セイバージュニアがその柴鈴木みのる、鈴木軍にね加入したその試合を生で見ていたんですけど、もう本当にそのまだ現役大丈夫だった柴田選手とのレスリング、流れるようなチェーンレスリングにもうすごいため息をついて、それだけに最後にですねみのる選手が乱入してきた時には本当にこれで終わらせないでくれよみたいな感じの気持ちがあって、もちろん鈴木軍のザックもすごい好きだし鈴木みのるも好きなんですけど、ちょっとその試合に関してはもう最後まで見たかったよっていうのがやっぱすごくあったんです。その続きがまたこれから
見れるんじゃないかと思うと、こっちまで本当にねワクワクしちゃうし、ニコニコしちゃうし、本当に楽しそうにしてるのは伝わってきました。柴田選手ももちろん楽しかったと思いますけど、彼はねあんまりそういう部分で楽しそうにみたいなタイプではないと思うので、その素の抑えきれないザック・セイバーにちょっと注目して、見ましたが、いずれにしてもすごくね楽しみな展開だったというふうに思います。皆さんにとってこの、ニコニコ、こちらまでニコニコしてしまうような、過去の試合とか、ね、その場面とかそういったものありましたら、ぜひちょっとコメント欄に書いておいてもらえると嬉しいです。というわけで今日はですね、レスラーが楽しそうでこちらまで嬉しくなってしまう瞬間という話をさせていただきました。今日の動画面白かったという方はチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それでは今日はこれで終わります。チュープロでした。